勝つのが当たり前だと思ってた。ヘルイコール市民だから。でもアルディーズには感謝してるな。よしかチャンネル。伊藤照吉という男はについてちょっとね知りたい。俺もう小さい頃から一緒にずっとやってきて、まあそれこそジュニアユースもそうだったし、小さい頃から俺浜松でお前清水で、もうほんとね、コテンパンに小学生の時もやられて、覚えてないと思うけど、やっぱり清水が目標でこう来たわけですよ。子供の頃さ、自分があれだけ点取ってくるじゃん。勝つじゃん、清水 FC が。ああ。どうだった？勝つとか当たり前だと思ってた。負ける気がしなかったな。やってて楽しかった？あ、楽しいよ。うん、楽しかったよ。どういうとこが楽しいの？まあ、時代も違うかもしれないけど、今はほら、そういろんなこう情報あるでしょ、うん。ポジショニングとか、うん、フォーメーションとか、なんかいろいろあるけど、俺ら子供の頃、そんなないじゃん。ないね。だから、ある意味こう、自由だったというか。うん、で、またその当時の、監督さんも、そんな感じの人だったから。うん、割とこう自分の考えてというか、本当自由にやるサッカー楽しんでたなっていう感じ。点をやたら取ったり、相手をバンバン抜いていったりとかずっとしてたじゃん。ああ、その辺はどうだった？ただでもね、今の俺とそんな身長変わんないからね、小学校6年の時にだからそうだよ、ね、だから冷静に考えたら、うん、そんなでかくて、まあ足も速かったから、うん、それ抜けんだろうなって今思えば、うん、まあ思うけど。でもね、テルね、確かにそうなんだけど、そこから違うポジションで、こう本当にこう、プレーがこう確立されていくわけじゃん。代表まで行ったり、ミスターエスパルスになったり、そこがどうですか？ずっと前の選手でやってたのが、だん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 年齢が上がるにつれてこう変わっていくわけじゃん。そう、でもそれはね、だから小学校だから6年、中1ぐらい、うん、時はもう、このままじゃダメだなっていうの自分で思ったから。ああ、思った。そう思った。だから、その、スピード、1分とかとか、その、だフィジカルで勝負しすぎるのは良くねえなっていうのを思ったから。中1で？もう小学校6年中1ぐらい。うん。だからもうちょっとこう、技術というか、もっと上手くならなきゃいけねえなっていうのはその時に思ったから。で、どういう風に変えてったの？練習、努力なんか、どういう風に。まあでもそう、具体的に 何したとかってわけじゃないと思うけど、うん、もうちょっとこう相手との駆け引きしたりとか、もうちょっといいところからポジショニングっていうのを、うん、取った方がいいんじゃないかとか、もうちょっと細かいところは考えるようにしたかなと思う。中学生入ってくれかな、それまでフォワードやってたけど、うん、そこの辺から中盤をやったりもしたから、ポジション変わったらやっぱちょっと違うじゃん。違うね。だからその辺ももしかしたらいい方向に働いたのかもしれないけど、ほんとちょっとした意識の違いだと思う。なるほどね。じゃあもうこのままじゃダメだと。そう、プレーを変えていかないといけない。そう、ちょうどそのタイミングで中盤になったと。なったと。そうそう、なるほどね。で、まあジュニアユースとかも選ばれていくわけじゃん、うん、お前が1個上。ああ、やってた。ね、入ってったじゃん。どうだった？もういっぱいいっぱいだよ。いっぱいいっぱい、もうついていくのがやっと。ああ、そう。誰がいたとか覚えてる？その時。だそれこそその時、永見さんのところがいたんじゃないか。中1で永見さんのところが中3だね。多分そう、そんな。すげえな。1個上のジュニアユースにいるわけですからね。飛び級だから、相当だよね。すげえきつくて、その時、合宿本当行きたくねえなってちょっと思った。そこからさ、東海第一高に進学するわけじゃん。うん、誰もがテルは、清水東、清翔、当然ね、うん、その流れだったから、うん、清水の人たちはね、うん、どうして統一なんですか？でもそれも、そのジュニアユースの時のコーチをしてたのが、望月泰先生で、先生ね、うん、まあ、それが一個キーかなと思うな、うんうん、その出会いというか、うんうん、いたね、確かに、うん、あとは、さっきの話なんだけど、やっぱ清翔行く、東子行くと、多分思ってたと思うし、うん、で多分周りのその辺の清水の仲間は大体行ってるよね。みんなそうじゃん。そう、うん、そこにはなんか一緒に行きたくねえなっていう
そういうのもちょっと働いてる。なるほど。なんで？わからん。根性をひねくれてるじゃん。変わってるんですよ。はい。いや、僕も変わり者なんで。そういうところがやっぱあったんだ。そう。それで東海第一にした。うん。で、東海行ったじゃん。うん、で、それでどう思ったの？実際プレイして。1年からね、彼は、お前インターハイからですよな。最初に出た。ですよね。うん。うん、一緒にね、二人組よくやっててね、うまいやつと僕もやりたかったんで、運命なこいつはって思いながら、はい、こうやって、どう思った？うまいとか、テクニックがあんなとか。いや、それは普通に思うよ。思った。あと最初、森島さん最初、うん、めっちゃ怖そうだなと思ったのよ。見た目っていうか。ただ、会ってみて、うん、接したら、うん、いや、めっちゃ優しいんだよ。俺さ、森島さんさ、ああいうタイプだから、なんか勉強超できるのかなと思ったね。真逆でした。安心した、俺。カテルも高校3年間、まあ、東海でプレーして、改めてだけどね、やっぱりあの選手権に出ることはできなくて、うん、ね、大変申し訳ない思いを私もしてますけれども、退場してるからな。退場しましたね。1分で退場で。本当に申し訳ないんだけど、でもその後って、うん、エスパルスに決断するわけじゃん。うん、それどうして？まあ話はあったよね。当たり前だけじゃん、うん、清水からは。うん、だから多分他にそんなに話も別に聞かなかったし、っていうところじゃないかな。やっぱみんなもね、他のクラブも手つけれないんだよ。やっぱテルイコール清水だから。そこは分からない、ね。いや、絶対そうだと思う。多分ね。で、エスパルス入りました。うん、で、そこから、最初は出れなかったわけじゃん。うん。ね？そこからギューンとこう来るわけじゃん。うん、これいけるなって思ったのどのあたりだ。最初だって一番早い入団当時は監督がレオン、うん、恐ろしいな怖かったなって話をでまあその後、宮本さんとか、うん、でアルディリスになったり、うん、その辺でまあちらほら出れるようになったかなぐらいだもんな。でもアルディリスには感謝してるな、うん、どの辺も。だからその当時だから202だよ、1-2くらいで、うん、そうそう。で、オリンピックに行ってるぐらいじゃん。そうそう。で、オリンピックでは結構試合出てて、そうそう。でもクラブ戻ってきたらあんまり出れないとか、うん、とかで、やっぱ俺も若かったなと思うけど、うん、監督室行って、うん、なんでだじゃないけど、うん、そんなことを監督にぶつけたりしたんだけど、うん、でも監督があれですよ、話 してくれたし、あ、下手すれば俺、越される可能性もあるわけじゃん。うん、そうじゃなかったから、よかったなと思って。あー、そんなことあったんだよ。お前、家に行ったんだ。何回か行ってたんだよ。マジで、うん、すげえな、お前。今思ったらすげえよな。うん。俺も行ってたな、うん、アルディレスのとこに、うん。試合最初の方、俺使ってくれてたの、アルディレスね、うん。だけど、自分がやっぱり点取らなかったから、だん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 外れていったわけよ。だけど、で、俺、ジュビロとのダービーの時に、うん、俺、アルディレスのとこ行って、俺を出してくれって言って、うん、言いに行ったの。おで、そしたら、何言ったか分かんないんだけど、結局出れずにベンチで終わっちゃったわけよ。で、ある時俺、トイレでさ、うん、電話しながら用を足してたの。ほんでね、俺が悪いんだけど、そしたらさ、上からさ、うん、水ぶっかけてきてさ、うん、ね、で俺ガチャって開けたらアルディレスじゃん。俺のとこをこうバーンってこうかけてで逃げてったんだけど、多分いや分かんないけどね、冗談半分かもしれないけど、もちろん俺も調子こいてたから、おめえ目を覚ますよっていうところかもしれないし、でもそんな中で俺はもう出れねえになったらもう別のクラブってジェフ行ったんだけど、そこでそういうことが同じようなね、テルも自分から言って話を何度も何度もしたんでしょ。そう。でもテルを信頼して使った、うん、使ってくれた、もうアルディレスに感謝してると、うん、でもお前もすごいよやっぱり向き合ってさ、アルディレスと。なるほどね。そういうとこはお前普段無口だけどやっぱするんだよな。俺はでも今思っても、俺よく言ったなと思うけどな。それ以降もあるの？別の監督にそうやって自分が言って、俺なんで出してくれっていう。まあね、あ、まあその後も割と試合出てたから。
でも実際出たわけじゃん。出ていくわけじゃん、その後。アルディレス。だからやっぱそれもさっきのそのヨシカの話じゃないけど、うん、やっぱ自分で自分の評価したらやっぱ甘くなるとかあるじゃん。あるね。あるじゃん。やっぱそれは第三者が評価するところじゃん。うん、だからそれをこの改めて、ああそうなんだって、まあ、アルディレスの目から、まあ、こいつ使えるなと思ったら実際ピッチ立たせてくれるし、うん、チャンスはくれるし。そうなんだよ。平等だよね、彼。そう。うん、あ、こういうことなんだと思った。でもまあ、アルディレスはそういう意味じゃ、エスパルスをこう変えた監督さんでもあるよね。龍造もさ、森岡も言うし、斎藤俊さんも言うし、やっぱみんなが言うね。アルディレスもね。オリバーうまかったなぁ。そうよ、うまかったよ。見るよなぁ。うまかった。驚いたもん、これ。派手さはないけどね。うん、でもうまかったなあいつ。あんな選手いるんだなと思ってね、アルゼンチン人。シュートめっちゃ上手かったもんな。パワーもすげえじゃん。正確性あるし。ドリブルも上手いし。上手いな。で、テルはさ、まあオリンピック出て、で、2002年のワールドカップもそうだけど、うん、まあ代表にこう繋がっていくわけじゃん、その後。うん、っとさ、うん。その辺はどう？その頃がだからあんまり自分の中では、サッカーを楽しめなかったなっていうところ。どういう意味それ？肩の力がやっぱちょっと入ってた気がする。あとは日本代表選手、うん、いいプレーしなきゃ、うん、なんかちょっと自分を大きく見せようとしてたのか、ちょっと肩の力が入ってたのか、なんかあんまりいい精神状態というか、うん、あんまりいい状態じゃなかった気がする、今思えば。でもまあ今こうやってこう客観的に振り返ってみると今は見れるようになったじゃん、うん、それってなんで？そういう経験したからだと思うけど、うん、あとはそこからはもう自分のできることというかやれるベストを尽くせばいいんじゃないかなっていうふうな考え方になったから、うん、だからそういう経験しなかったらそんなふうにはならなかったと思うし、いや俺もさこうやってテルと話するのはこう初めてじゃん、こんな話しないじゃん、うん、普通はさ、しない、お酒も飲んでないんですよ今これ、あるのお茶ですからね、うん、でもやっぱさテル、すげえなお前、俺の知らない一面がそういうアルジレスに話しに行ったとかさ客観的にこう見たりとかしてさ、で今は、うん、どうしてサッカーを続けてんの？もうこれシンプル、楽しいから。楽しいから。ただ単に楽しいから。もう本当これ、もうこれに尽きるっていうぐらい。もうプレーするのが楽しいから。じゃあ、だから今までとは出る試合数も変わってきたりとかするけど、この年齢になって体力面いろんなこと大変なところもあるけど、ただ単に楽しいから、やっぱりそこを感じていたいっていう。そう。どうしようもねえやろな、47人もなってさ。こいつ何言ってんだって思われるかもしれないけど、いやいやいいのよテルはやっぱテルらしくいてほしいよ、うん、でも本当正直にそう思うからですね、うん、でプレー続けられてるって感じ。なるほどね、まあ、あとでもそうは言ってもさ今こうアスリーいるけどこいつこういうね場所を与えてもらえなかったらできないわけだから、そうだね、うん、それにはアスリーも感謝しなきゃいけないと思うし、うん、まあ、その分プレーしてて当然若いやつは足引っ張らないようにとか、うん、まあ、なるべくいい影響を与えられたらいいなとは思ってるんだけど、うんうん、若い選手テルのとこなんか聞いてきたりする？なんか喋ったりもするよ。する？うん、うん、お前飯食い行ったりとかするの？飯は行く行かねえけど、あとあれだみんなあれからさアスルみんな仕事してるやつも結構いるからさ、あそっかそっかそっか、だから結構練習終わってすぐそっちに向かうとかさそういうのあったりするからさ、なるほど、まあ、ブランドでもまあちょいちょいしゃべったりするけど。なるほどね、うん、じゃあてるちゃん最後になんですけど、うん、まあ今シーズンの意気込みをちょっと教えてください。意気込み、うん、もういいよ今シーズンももうサッカー楽しみたいなって、ああ、もうそれだけ。なるほどね、うん、サッカー楽しみたい、うん、そうだよな。俺ね人の幸せってさ、うん、やっぱりてるの奥さんの話をするわけじゃないけど、うん、多分友達もそうだと思うけど、自分の喜びってこう人のこう笑顔とかさ、うん、人が頑張ってるのは実は一番の喜びなんだよね、うん、だから俺もこうやってメディアとか解説とかさせてもらって、まあ、指導者もやってるけど、うん、やっぱこうやってテルと会ってテルがこう元気な姿でいるっていうのがまたエネルギー超もらうからさ、うん、しかも小さい頃からずっと一緒にやってきて、
またこんな話こうでもないと絶対することなんてなかった。まあそうだな、そうじゃん、うん、でもテルがこうしてやってるってのはエネルギーもらえますよ本当。でまたそれも聞くじゃん俺が、うん、俺もまあ吉木も吉川でもそうだし、ほらその辺の街行ってもさ、うん、声かけてくれて、なんかそういう声も聞いたりすると、まあそれはそれで俺またあ やってる甲斐があるじゃないけど、あこんなおっさんサッカーってのがいいんだなってちょっと、うん、思えるところがあるし、うんうん、すごいね。だからサッカーの影響力っていうかね。そうだね、やっぱりそれをもうテルがやってきた貢献してきたことだからさ、静岡大きなこと言うと静岡サッカー日本のサッカーに対してだけどさ、うん、まあ、テル頑張ってよ本当。頑張るよ、応援してますんで。よし頑張るよ、よろしくお願いします。ありがとうね。ありがとう。はい、以上です。チャンネル登録お願いします。